ろしくお願いします。ちょくちょくアカパラホットラインに出させてもらってます。今日は2曲持ってきました。1曲目はちょっとシチリアの妊婦さんのに向けた歌です。で、本来だったら父とか母とかから子供に対しての歌を作るべきだったと思うんですけど、逆に頑張ってる妊婦さんに向けて、まだ喋れない子供からのメッセージって形で、作ってみました。はい、聴いてください。サイレントメッセージ。さりげなく続く日々の中で、小さな命のぬくもりの中、必死に生きたいと願う気持ち感じて、何も見えない、聞こえないけど温かな鼓動の中伝わってる、届いている。僕を思って落ち込まないで、時に笑い涙する時も、騒がしさも君の音色、いつでもどこでもどんな時も伝わってる、守られてる。まだ何も言えないけど、僕にできることは今はここにいると伝えること、届け。君に会いに来た、傷のついた心を救いに来た、神様お願い、届けて、愛される元へ届けて。ありがとうございます。最後の本日ホットラインの最後の曲になります。鳥で申し訳ないです。こんな曲で、ちょっと、今日のテーマとして生と死っていう形で、今生の歌を歌ったんですけど、ちょっと数年前に父が亡くなった時の歌を歌いたいと思います。父からの思いです。聞いてください。静寂の中、里への帰り道、近づくにつれて目の前が歪んでいた。今までの奇跡、景色に残る思い出、勝手に駆け巡っていたよ。越した以上今も生きている父からの思いへ不安でも期待に沿うために家族で手探り駆け抜けたんだ。全てがうまくいくわけもなく、これでいいんかなと思ったけれど、見送った後に届いていた季節外れに咲くツツジの花が部屋の片隅からひっそりと伝えていた。時は流れ悲しみから明けた頃、残された家族は今を生きていた。あの頃の悲しみと面影は過去となり、生きることをかみしめていたよ。乗り越えるために残した厳しさ、今も生きている父の大きな背中を、生きていれば支援はつきもので、思った時も何度も焼き付けられてたんだ。黙々とやり遂げる姿がいつもそこにいて支えていた。泥臭い努力が一番輝くこと、これからも永遠に思いに応え